本当に目を閉じただけで4年経った今もあの光景が浮かんでくる。俺は吸血鬼に復讐するためだけに生きてんだぞ。だったらこの程度の化け物殺せなくてどうすんだよ。忘れないで、ゆうちゃん。僕らは家族だ。生き残った人間をまとめ、俺たちが世界の覇権を奪う。あの壁の向こうは化け物であふれる廃墟と荒野。この世界はもはや人間に優しくない。どうしてもお姉ちゃんの仇を取りたくて。俺が最上位クローニシリーズに挑戦させてもらえるんですよ。お前のような奴が舞台を全滅させるんだ。その希望と絶望の狭間で君らはどんな声で泣くのかな。あいつらが憎いんだろう。俺と一緒に来い。お前に必要な力をやる。俺には全部を守るだけ。